はい、どうも、アウトロインハイです。本日もよろしゅうお願いいたしやすということで、今日はアウトロインハイね、グラサンモードということで、もうこの姿見たらね、今日はたまたま大学の帰り気づいたらね、このヒョウ柄というか縦縞の服着てきたということで、縦縞かわからんけどもね、もうこれ見たらもう皆さんね、お気づきの通り、お察しの通り、アウトロインハイの一番視聴者が割合が多い、阪神タイガーズ編ということなんですけども、皆さん、大掃除してますか？大掃除。ね、もう12月の上旬も過ぎて、もうすぐ中旬ですよ。あっという間に2023年終わるということでね、年内にしっかり大掃除、総決算をやっておかなきゃいけないということで、今日の動画がね、人気だったら、ちょっとね、シリーズ化しておきたいんですけども、残り4球団あるんでね、ドラゴンズ除いてやっていきたいんですけども、年末総決算、大掃除シリーズということでね、綺麗にクリーンにしていこうということで、来年中日ドラゴンズがね、阪神タイガース、今日は阪神タイガースですけども、各チームに対するね、天敵、どれだけピッチャー野手にやられてきたか、ピックアップして紹介してね、しっかり頭にインプットして、皆さんの中にも今年やられた選手をインプットして、来年しっかりね、新しい年を迎えていかなきゃと、反省しっかりして、年内に反省しきって来年行こうやということで、今日はね、阪神タイガースの天敵ね、オールスターズ、ピッチャー野手ね、ピックアップしてきたんで、まあ、共にね、皆さん一緒に心構え持ってね、クリーンにしていこうじゃありやせんか。今年はなんと言っても阪神タイガース。ね、甲子園では5割とか言うてたけどもね、実際に見たら、9勝15敗1分け、借金6。やられとんねん。しっかりやられとんねんな。勝率ね、阪神が6割2分5厘、中日に3割7、中日は3割7分5厘、阪神の勝ち。打率は2割5分9厘で、阪神の中日2割4分5厘に対して勝ち。本塁打は阪神10本、中日9本、阪神の勝ち。安打数も阪神216本、中日210本、阪神の勝ち。防御率も阪神 2.30、ドラゴンズ 3.61、阪神の勝ち。奪三振だけドラゴンズが106、阪神が167、ドラゴンズが195で、三振の数だけはドラゴンズの勝ちや。ドラゴンズの勝ちです。うん、三振だけはな。ほんでな、吉球だ。阪神がな、44個に対してドラゴンズは90個も当てとるんや。吉球でも負けた。吉球でも負けた。阪神の勝ち。ほんでね、吉球、今度デッドボールの方な、与えたデッドボールの方はな、阪神が8で中日が10、ドラゴンズの与えたデッドボールは多いね。こっちで勝ってどうすんねん。阪神の皆さん申し訳ございませんやねん。本当に。申し訳ないねん。すんまへん。うん。謝りたい。というところでね、チーム成績見ても、まあ、阪神がね、こう、軒並み勝ってると。まあ、ただね、うん、本塁打、安打数に関してはね、言うて変わらないけど、防御率が一点以上変わってるっていうのはね、より阪神の方が防御率がいい、ピッチャーがいい、上位互換。ああ、まあ、フォアボール選べるからね、ピッチャーもね、まあ、ちょっと楽になるのかなっていうところあるけどもね、こっからは、阪神のバッター、ピッチャー、各天敵、オールスターズ、溜まったもんじゃないよ、総決算、やっていこうと思いますよね。まずは背番号0、木浪聖也、恐怖の8番バッター、木浪から始まるサクセスストーリー。今年の流行語、25試合、打率2割7分7厘、打点10、打点41点の約4分の1をドラゴンズ戦で叩き出す。チーム別打点10、溜まったもんじゃないよね。熱すぎるんだよ、心が。スイング乗せすぎなんよ。行きすぎなんだよ、木浪。勝利目指しすぎなんよ。溜まったもんじゃないよ、木浪聖也。おいで、次はね、背番号1、森下翔太。ね、彗星のごとく現れた僕、アウトロイン杯の中で実質野手の中では新人王よ。ね、14試合でドラゴンズ戦2割7分3厘、打点3。ね、1盗塁っていうのがなんかやるせないけど、1個盗塁してんのがやるせないけどね、これ成績以上にね、ドラゴンズ戦に飽き足らずね、クライマックス日本シリーズで一皮二皮抜けたよね。成長したよね、アジアチャンピオンズリーグでも。マジで来年怖いぞ。森下選手、もう来年の森下選手、マジでレギュラー格よ。大山サドテルクラスになる可能性あるからな。溜まったもんじゃないねんな。おー、ほんとに。夢つかみすぎなんよ。豪快なパワーすぎるんよ。渾身のフルスイングすぎるんよ。フルスイングしてバットに当たるんよ。かけすぎなんよ、森下。溜まったもんじゃないよ、森下。そしてチームの4番、背番号3、大山祐介ということで、こちらはドラゴンズ戦25試合、打率3割2分クリーン、チーム別トップ。2ホーマー13打点。打たれすぎや。しっかり4番にフォアボールも選んでもろて打たれて。そりゃ負けるわな。おー。
悠然と振り構えたバットに行っても悠然と振り構えとるというか、フォアボールを悠然と見送って獲得しとんねん。どないなっとんねん。我らの夢乗せても夢叶えとるやないか。スタンドへ弾き返せ、ファンに弾き返しとるやないか。幸せを栄光掴んどるやないか、その日までっていう。じゃあもう栄光掴むその日までだから、一旦小休憩もろていいですかって、来年よろしくお願いいたしやす。たまったもんじゃないよ、大山選手。して阪神といえばこのバッターがいなきゃ始まらない、背番号5、近本光司。ドラゴンズ戦19試合で打率2割6分3厘、ホームラン3打点14打点よ。ねえ、この成績見るとなんかクリーンアップの成績か思うけど、これで1番バッターやからな、たまったもんじゃないねんよ、ほんとに。盗塁1だけはな、要抑えだと思うけどもな、ほんとに。切り開きすぎやねん、勝利の道を。どんだけ切り開くの？もう横に何人これから勝利の道へ向かってきるのっていうぐらい幅作ってさ、車線変更できちゃうよ。どういう余裕やねん。打て、グラウンドかけろって、グラウンドかけすぎや、ほんとに。自分だけじゃなくて他のランナーもグラウンドかけさせとるからな、言うて。燃えろ近本、燃えすぎやって。ね、燃えよドラゴンズなんでしょ？燃えよ近本、阪神タイガースかって。たまったもんじゃないよ、近本選手。してなんだかんだしっかりやられとんねん。背番号8、佐藤輝明。輝明の兄ちゃん。22試合、打率3割9厘、チーム別トップやで。4ホームラン18打点。どんだけ点取られとんねん。1盗塁、1個走られとんねん。それもちょっと嫌やねん。突き進め、さあ行こう。行き過ぎ。サトテルだけ一人で突っ走って後ろついてきてないか。まあ、阪神みんな打っとるからしっかりついてきとるわ。リーダーなっとるわ、勝利に向かって。勝利しか向かっとらんやないか。振り抜け、輝け、打て、てるわき。輝きすぎやねん、ほんとに。どんだけ輝くねん。それ以上輝かなくてええねん。ちょっとは薄黒くなろうやって。カットわせ、たまったもんじゃないよ、テール。して、まだまだいる。背番号55、中野拓夢。25試合、打率2割8分3厘、6打点の5盗塁、走りすぎやて。もう、自分の走った20盗塁のうち約4分の1がドラゴンズ戦やで。こっちも刺さなかんで。どんだけ好き放題にさせとんねんって、ほんとに。ちっちゃい子お菓子食べたくて親の目をつまんで、親が見てない隙にお菓子つまみ食いするぐらいの速度ぐらい早いやないか、ほんとに。うまい例が出てこんけども。強い気持ちすぎるんや、勝利へ目指す中野が、ほんとに。気持ち誰よりも負けないやん。夢開きすぎないやね。夢は叶わないから夢なんだろ。叶えちゃってんだよ。打て走る中野、打って走って何を守って守ってんよ。歌詞に打て走れだけど、打てで走れ、守れ中野でしょって、ほんとに。たまったもんじゃないよ、中野。そしてこれ、ネクストブレイク候補忘れちゃいけない。背番号58、前川右京、愛工大名電出身。ドラゴンズ戦7試合で、打席数少ないけど、3割1分8厘、甲子園でタイムリー打たれた記憶あるで。打点4、来年マジで怖え。ただでさえ強いメンツがいるのに、こういう高卒の左長打打てるね。フルスイングしながらボールにバットが当たるんやで。来年アウトローに入り、個人的に野手では前川右京が一押しやで。はい、ほんで次はピッチャー行かさせてもろてね。天敵ピッチャーも多いったらあらしない。背番号13、岩崎優。阪神の抑えピッチャーやだ。リリーフで9試合、防御率 0.00、 2ホールド6セーブ、1点も取れとるやないかい。一個も負けつけとらやねんかい。ヒヤヒヤさせるんやけど、結局抑えるねん。さすがやで。32歳ベテランに入ってきとるけど、岩崎藩来年ドラゴンズ打たんと。逆転戦と。中継ぎ強固だけど。ほんで背番号、ちょっと待った。岩崎優、たまったもんじゃないよ。で次、背番号35、打てやしない、佐伯ひろと。4試合で先発防御率 1.29。1勝1敗なのが逆に怖いわ。もっと負けとるかと思ったわ。なんと言っても佐伯藩のまっすぐストレート。ドラゴンズストレートに弱い言うけど、打てやしない。もうあのまっすぐだけではもう点はないや。だけど今年は中田翔が入ったからね、ストレートに強い中田翔が入ったからね、ちょっと楽しみやけどもね。怪我なければね、これ来年ね、新人王はおかしいな。最多勝狙えるぐらいのピッチャーやね、佐伯投手。まあ、ドラゴンズ、梅津藩が結婚されたけども、梅津藩タイプ的に佐伯投手ね、目指してもろて。まあにしても佐伯藩も、たまっったもんじゃねえよ、ないよ。まだまだ行くよ、背番号37、及川雅樹。及川藩、およよ、およよ。リリーフで7試合で防御率 0.00。1敗だけつけとるけどもな、1勝か、1敗じゃないわ、1勝されとるやないか。
1ホールドよ。本当に左のいい中継ぎ、年齢も22歳、若いんじゃ。若い、これからが楽しみやで、本当に。まあな、キリシキ班も日本シリーズでええピッチングしとったけどもな、いい経験したけどもな、及川班もマジで怖いで、コメントで今年の契約交渉でな、状態がいいのに投げられなくて悔しいと、監督にまだ信用されてないと、メラメラ燃えたぎっとんねん。これまだ現状に満足してない、これだけ良くても、来年マジで恐ろしい、末恐ろしいぞ。及川班、たまったもんじゃないよ。あと残るは3人、セバ番号41、村上弘樹。今年は4試合で防御率 2.08、3勝1敗、むしろ防御率2点。新人王とセリーグの MVP ダブル受賞、セリーグ初の成し遂げた大企業のピッチャーから、防御率2点台叩き出したドラゴンズ打線、すごくねって言いたいけどな、逆にな。おー、このピッチャーから2点取れとるってすごない?すごないか?おー、そう思わせてくれるぐらい相手ピッチャー村上投手良かったんだけどな。来年こそはドラゴンズ打つからな。村上班もたまったもんじゃないよ。そして残りは2人、背番号54、梶谷廉投手。こちらはね、勝ちパターンではないにしても、8登板リリーフ、防御率 0.0 で3ホールド、地味にやられとんねん。ソフトバンクから移籍してきてな、本当によ、打てやしない。ドラゴンズだったら田島投手がこういうタイプになってほしいんやけどな。田島班が梶谷投手みたいになってほしいんやで。たまったもんじゃないよ、梶谷。そしてラストのピッチャー、背番号69、石井大地投手。10登板リリーフ、防御率 0.0 で6ホールド。顔が正直言うて戦う顔しとらんねん。優しい顔しとんねん。それでもちゃんと抑えとんねん。こっちは打てへんねん。丁寧に丁寧に投げてな。顔関係ないねん。優しい顔でも抑えられること証明されとるやないか。たまったもんじゃないよ。はい、いうことで、阪神のピーチャー野手、今年やられた天敵オールスターズ、大掃除で障害させてもろたけども、このピッチャー野手陣、ドラゴンズしっかり来年はね、徹底マークして、抑えないと、阪神に勝ち越せやしないからね、皆さん頭に叩き込んでおくようによろしくお願いいたします。まあ、湯浅班もな、帰ってくるいうことで、まあ、勝ちパターン正直阪神もな、絶対的勝ちパターン言うたら、まだまだ隙はあるっちゃあると思うで、新外国人ケラーからの進化系、ポケモンの進化系みたいやけど、ゲラハンも来るみたいやから、あれだけどもな、阪神がこれで中継ぎ勝ちパターン最強格しっかり固定してきたらマジで怖い。青山学院の下村班とかな、これ中継ぎ入ってきたらアウト類杯はちょっと嫌やなと思っとるんや。下村班もアウト類杯をホーム的に好きやったからな。まあ、ピッチャーでは下村班、バッターでは前川右京班をな、個人的には注目しとるんやけども、まあ、来年な、ドラゴンズから言うたら、守備でポロポロしとるようじゃ勝てへんわと。阪神はゴールデングラブ5人取るぐらい守備が鉄壁なんや。なあ、去年までアウトロイハイ守備でエラーしとったら阪神は優勝できまへん言うてきたけども、しっかり今年はゴールデングラブ5人取った。エラー数が多くても去年よりしっかりいい守備も増えた。いうとこでドラゴンズつまらんエラーをしとるんじゃ。だから二遊間もな、ドラゴンズは若手が多いからあれだけどもな、山本班も戦力外から取らせてもろたしな。だからこそな、つまらん守備でな、こっちがあのな、土俵から崩れ落ちるんじゃなくて、まずはな、しっかり有効通商条約な、同盟結べるように、同じ対等な立場立てるように、来年はドラゴンズな、やっていかなんかんと思うね。まあ、中田翔選手も入ってな、長打力も増えたから、だからこそつまらんエラーで負けたくないね。そこだけはな、肝に銘じて、来年行こうや、ということで、本日も最後まで皆さん見ていただき、ありがとうございます。おきに。それではまた、高評価、チャンネル登録、コメント、よろしゅうお願いいたします。それではこのシリーズね、好評だったら、またヤクルト、ベイスターズ、広島、巨人編もやっていこうと思うので、ぜひぜひ皆さん、高評価、高コメント、お待ちしております。それではまた、次回の動画でお会いしましょうや。またな。バイバイやで。関西では、なんて言うんやろな、さよなら関西弁で。ほな、さいなら。